青空 FM 第43回目。第43回目も、義勇書店7のサークルリスト読み上げをやっていきます。サークルリスト読み上げ回なので、ゲストなし、一人回です。一人回ということで、パーソナリティの自己紹介をしておくと、私、ホルテと申します。今は Web エンジニアとして、バックエンドを中心にいろいろやっている IT エンジニアです。今回は、技術書店7のサークルリスト読み上げ会ということで、まずは技術書店7の基本情報を軽くさらっておきます。でもこれ4回目なんで、今更これいるのかっていうのはあるんですけど まあ、ここから聞く人がいるかもしれないので、一応やっておこうかな。技術書店7は2019年9月22日日曜日、11時から17時まで、池袋サンシャインシティ2階3階、展示ホール C と D で行われます。ビルとしては文化会館ビルの2階と3階になりますね。一般入場は11時13時のみ有料で、それ以降、13時以降は無料となっています。まあ、池袋で僕と握手ということで、技術書、まあ、技術同人誌ですね。に興味ある方はぜひ池袋まで遊びに来ていただけるといいかなぁなんて思います。それで前回、3回目かな。3回目のサークルリスト読み上げで、絵の 12C まで終わったので、今回は絵の 13C から読み上げていきたいと思います。で、あまりに時間かかりすぎ問題というのがあるので、基本的にサークル名、配置、まあ、配置、サークル名、反復物のタイトルってだけで、バンバン読み上げていければなと思います。と言いつつ、どうせ中身が気になったら、これは何だろうみたいな 話をしてしまう気がするのですが、基本的にはぐっと我慢してバンバン読み上げていく形にしたいかなと思います。それでは、絵の 13C、リーマンサットプロジェクト3。このサークルの反復物は2冊あって、どちらも新刊ですね。1冊目が RSP00 激レア開発機。趣味で人工衛星を開発して宇宙に行っちゃいました。2冊目が空に飛ばす9日間で人工衛星の軌跡を描くの2冊ですね。サークル名、リーマンサットプロジェクトっていう名前なんですけど、リーマンサットプロジェクトって何かっていうと、一般のサラリーマンや学生による民間宇宙開発団体ですね。いわゆる宇宙に行こうぜみたいな感じの、なんていうんですかね、夢というか、小学生の夢みたいなのをガチでやろうぜっていう人たちみたいなイメージだと思います。で、文系理系問わず様々なコミュニティやクリエイターとコラボして人工衛星開発を目指して身近なものを宇宙につなげるっていう活動をされているそうです。で、今回は2018年秋に打ち上げ、国際宇宙ステーションから放出された超小型人工衛星 RSP00 の開発物語と技術資料をまとめた書籍を頒布しますということですね。RSP00 って0が2つ並ぶと00に見えてしまうガノタノっていう感じなんですが、個人的に内部の人とちょっと知り合いというか、勉強会だったぐらいの 感じなんで、おこがましいかもしれないですが。なので、宇宙に行くっていうのも非常に SF 好きとしては興味があるので、ぜひこの本は買いたいと思います。では次、絵の 14C。慶応義塾大学宇宙科学総合研究会 LYNCS。LYNCS と書いてリンクスって読むみたいですね。頒布物が登録されていないのですが、ジャンル詳細に、前回頒布した量子計算機の冊子の再頒布と、天文分野や物理分野、数学物理学の新刊の頒布を予定しているだそうです。一応、この慶応義塾大学の宇宙科学総合研究会っていうところの部誌、まあ部活の雑誌の誌と書いて部誌を頒布するって感じみたいですね。次、絵の 15C、ピアピアクラブ3。ここも頒布物が登録されていないんですが、量子コンピューター向け SDK であるクイスキット、QIS キットやクラウド上の量子コンピューターを実際に操作できる IBM Q エクスペリエンスでの実習を通して基礎的な概念を学べる青春小説。青春小説。大事なことなので、量子ガールの頒布を予定しています。だそうです。IBM Q エクスペリエンスっていうの、Q はアルファベットの Q ですね。量子コンピューター的な話なんですかね。次、絵の 16C、岩抜き会さん。全部漢字で、
石、抜きは、打ち貫くの、抜き。貝は、これなんて言ったらいいんだろう。ヒノキ、ヒノキという字の右側みたいな 木片を除いた右側って感じですね。で、反復物が4冊あって、新刊が2冊ですね。1冊目新刊が、モアエフェクティブ量子コンピューター。2冊目が、量子コンピューター×機械学習。で、期間が、エフェクティブ量子コンピューター第3版。量子コンピューター手習い第3版だそうです。量子コンピューター界隈というか、ジャンルの本みたいですね。この手習いっていうのが、量子コンピューターの入門書って書いてあるんで、ちょっと気になるんで、チェックしておこう。そのうち、ベーダみたいなものが作られたりするのだろうか。次、絵の 17C、アルガスさん。アルガスさんは、アルファベット ALGAS でアルガスさんですね。新刊が一冊で、量子コンピューター超入門ということで、量子コンピューターの入門本みたいですね。一応これもチェックしておこう。次、絵の 18C、アイラブ量子コンピューターさん。反復物が登録されていないですが、期間高校数学から始める量子コンピューター、新刊、量子コンピューターについて紹介します。理論に加えては Python を利用したプログラミングについても紹介します。だそうです。サークルカットとジャンル詳細から読んでみました。次、絵の 19C、エレクトロンコンプレックスさん。ここも反復物が登録されていないですが、バックアップにおける波内の等手法について筆者による独自研究の粋を尽くした解説をお送りします。だそうです。次、絵の 20C、ギャラクシー6センス Y。3. ギャラクシー6センス Y さん。すごい。難しいサークル名ですね。反復物が2冊ですかね。新刊が、おや、新刊が書いてないな。期間が2冊っぽいのかな。セツラボ、検論の基本というのと、矢沢二子先輩と一緒に代数という数学系の本みたいですね。一応入門って書いてあるので、入門本みたいですね。次、絵の 21C、空手踊りさん。新刊が1冊、一人ぼっちの数学生活という本が登録されています。グレブナー規定の分かりやすい証明付き解説、マリア版解析の解説ということで、なるほど分からんって感じですね。ちょっと個人的にサークルカットが、学校の窓の、教室の窓の近くにいるメガネのショートカット女の子が、窓の向こうにある青空と一緒に映っているっていうイラストなので、かなりグッときています。次、絵の 22C、流年嗅覚図。流年嗅覚図。また読みづらい。漢字で流年と休学、大学を休むみたいな感じの休学の複数形で、流年嗅覚図ですね。反復物が登録されていないんですが、機械学習のための自作リキャプチャーという本、本というか、ジャンル詳細が登録されています。次、絵の 23C、イマアライさん。反復物が一冊新刊ですね。マス・ポーカー・ガールということで、ポーカー、テキサス・ホールデムについて数学を使って考察を進めていく本を頒布します。テキサス・ホールデムっていうのは、ポーカーのルールの一つって言えばいいのかな?やり方の一つみたいなもので、多分一番メジャーなやつなのかな?まあ、について数学を使って考察を進めていくっていう本みたいですね。面白そうなのでチェックしておこう。次、絵の 24C、国陽堂さん。国陽堂は漢字3文字で、黒いに、曜日のように、純駆動とか、なんとか堂の堂ですね。反復物が5つかな。新刊が2冊、期間が3冊ですね。新刊がプログラミングパーティー、プログラミングパーティーリプレイブックの2冊で、期間が情報がある、チャーチ・チューリングのテーゼ。情報がある、いろんな言語でライフゲームの3つですね。義理書店2が初出って書いてある本、まあ情報があるなんですけど、って書いてあるので、すごい歴戦の強者って感じですね。内容的には、ランダムに仕様を生成するカードを用いて、プログラミングをするカードゲームと、その解説リプレイ本を頒布しますってことらしいですね。プログラミングパーティーリプレイブックのリプレイは、TRPG リプレイみたいな意味のリプレイっぽいですね。ちょっとどんなゲームか気になるんでチェックしておこう。次、絵の 25C、アゲピーナッツさん。ここは本というよりは、なんて言うんだろう、ゲームの反復をするサークルさんですね。新刊というかニューのグッズが、プログラミング言語神経衰弱拡張セット3ということで、拡張セット3は Excel VBA、Pascal、Nadesco、Lua、Objective-C
の5つが登録されていますね。なでしことか知ってる人いるのかな。信長っていうのも昔あったような気がしますけど。ルアーっていうのはゲーム開発現場とかで結構使われたりする、シナリオライターとかも使えるような結構高級言語に近い、高級言語っていうのは喋る言葉に近い言語、プログラミング言語だったと記憶しています。で、機関がプログラム言語神経衰弱基本セット時並べ IT 急戦ベータ版、プログラミング言語神経衰弱拡張セット1、拡張セット2の4つですね。プログラム言語神経衰弱は一回やったことあるんですけど、結構面白かったんで、もしやったことない人がいたら、ぜひって感じですね。次、絵の 26C、アクアタン工房、反復物が、アクアタン工房技術書、ボリューム2、新刊ですね。京都工芸繊維大学のものづくりコミュニティ、アクアタン工房の、なんていうんですかね、部誌みたいな感じですかね。合同誌みたいな本らしいです。内容としては、Go 言語のランタイムの話、研究で Docker を運用する話、コミュニティを運営していく話などがあるそうです。京都工芸繊維大学って、なんかかっこいいですね。あ、ちなみに今回の新刊のテーマは学生だそうです。次、あの 27C、悪魔の資格研究所さん。反復物がフェイスハックという本ですね。新刊ですね。内容的には、人間の感覚器官の中でも資格をテーマに、心理学的発見や応用技術を研究しています。今回は顔認識についての本だそうです。サークルカットに読むと笑顔になる顔の本っていうのが書いてありますね。ちょっと気になるんでチェックしておく。次、絵の 28C、逆さまダイアリーさん。読んじゃったんで読み上げるんですけど、ジャンル詳細が飛び込んできたので。情報処理技術者試験を村上春樹っぽく論述する試験対策本ですっていうことで、すごいグッとくる感じ。反復物が、7冊で、新刊が2冊ですね。新刊が転生人語っぽい文章を書けるようになる本。もう1冊が IT 各社の副業可否調査、括弧準備号の2つですね。で、期間が情報処理技術者試験を村上春樹っぽく論述したら受かった本。春樹になる3つの方法。村上春樹のインタビューに学ぶ採用面接の答え方。同人イベント、取材の手引き。OL から圧倒的な支持を集める女性インフルエンサーっぽい文章が書ける本の5冊ですね。なんかダメなハックというか感じがするような匂いがちょっとする内容ではあるんですけど、面白そうではある。どんだけ村上春樹が好きなんだって感じだけど。次、絵の 29C、 旅するエンジニアさん。新刊が1冊ですね。旅するエンジニアさんということで、この旅するエンジニアっていうのはアレフさんっていう方が、サークル主でいいのかな、まあ合同誌を書かれているサークルなんですけど、でポッドキャストとかもやってるんで、ぜひにって感じですね。ポッドキャストへのリンクも配信ページにちょっと入れておこうかな。では次、絵の 30C、 ゆかりセミコンダクターデバイスさん。反復物が登録されていないんですが、本職の技術屋が本気で電子工作をした結果、レポート及び無線系国家資格受験に役立つ体験記ほかだそうです。サークルカットも結構シンプルというか、本の内容は書かれてないんで、ジャンル詳細の内容だけっぽいですね。ちょっと、本職の技術屋が本気で電子工作をしたっていうのが気になるんで、チェックしておこう。お、絵が終わりましたね。次、オノ 01C、お豆腐工房さん。反復物が2冊。新刊が1冊、期間が1冊ですね。新刊が漫画で始める GO。期間が漫画で始めるクーベネです。すごい。イラストが可愛い感じの本なので、これはゴーとクーベネテス気になる人はいいかもしれない。ちょっとクーベネテスは知識としては欲しいところなのでチェックだけしておこう。次、O の 02C さん。K8S ビギナーさんですね。K8S はクーベネテスの略称ですよね。反復物が登録されていないんですが、クーベネテスの初心者にチュートリアル向けの記事を書く予定です。だそうです。次、O の 03C フィロソフィーさん。反復物が6冊。うち新刊が5冊。あ、違う。全部新刊だ。新刊6冊ですね。すごい。ウェブ技術超入門。ラスペネッツかな?ラスペネッツ構築機?ネットブートを成し遂げる。家サーバー構築への道。Excel で始める WBS 生活。IT のイロハ。サーバーシーク始めの一歩。ということで。ちょっとこの
ラズプネッツなのかな、全く読み方はわかんないですけど、ラズベリーパイプラスケーベネテスのことを RASPNETES、ラズピネッツ、ラズプネッツかな と読むらしいです。次、O04C、DNA クーバーネテスワイワイ会ということで、これは DNA さんの会社の本っぽいですね。新刊が一冊、DNA クーベネテスワイワイ会の本ということで、DNA のクーベネテスに関する本って感じみたいですね。次、O05C、ジャパンコンテナーデイズさん。ファンプ物が登録されていないんですが、7月に開催されるクラウドネイティブデイズの主催者企画、ショーケースにまつわる本、および CICD ツールであるコンコースかな、コンコースの入門本だそうです。次、O06C、アルハンブラのほとりさん。アルハンブラってなんか聞いたことがあるな。ファンプ物が一冊新刊ですね。実践入門クーベネテス、カスタムコントローラーへの道ということで、クーベネテス系の本みたいですね。次、O07C、ヒラリンズラボさん。ハンプ物が一冊新刊で、レガシー運用は自動化できないと思った、ロクデナシレガシーと K8 ズオペレーターということで、クーベネテス本っぽいですね。この辺は全部クーベネテスの島なのかな次、O08C、海底洞窟さん。なんか、水のクリスタルでも置いてありそうな感じですけど。ハンプ物が登録されていなくて、クーベネテス上でアプリを開発、運用するための情報、GoLang で API サーバーを作るためのアーキテクチャとジャンル詳細に書かれています。次、O09C、日本オープンスージーユーザー会さん。オープンスージーっていうのは Linux のディストリビューションの一つですね。新刊が2冊。どちらもコミケで頒布されてた本みたいですね。一冊目、新しい方が、ギーコマガジン、スペシャルエディション2019夏と、ギーコマガジン、スペシャルエディション2018冬ということで、まあ、それぞれコミケで頒布されていた本を出すって感じみたいですね。オープン数字というか、Linux ディストリビューションの本っていうのも、なんか初めてみたいな気がするんで、ちょっと面白そうですね。チェックだけしておこう。次、O10C さん。ハンプ物が登録されてないんですが、サービスメッシュ、オブザーバビリティ、Git、Ops、クーベネテスオペレーターなど、手法や概念を用いたサービス開発から得た知見について紹介します。だそうです。今、サークル名を読んだかな。O10C、センタープレイス、センタープレイスさんですね。それでは次、O11C、稀に月一勉強会さん。ハンプ物が登録されてないんですが、ジャンル詳細に K-Native と一言書いてあります。サークルカットに K-Native や K8S などのやってみた本、時間があれば NAST でフロントエンドやってみた本っていう風に書かれてますね。次、O12C、カエルとソラさん。新刊が1冊、期間が2冊で、新刊が解剖 K-Native、K-Native で学ぶ、Kubernetes のカスタムリソースとカスタムコントローラー。で、期間が K-Native の歩き方。Kubernetes からサーバーレスを訪ねて第2版。Go で学ぶ AWS Lambda 第2版の合計3冊。うち新刊1冊ですね。K-Native っていうのは Kubernetes の関連技術なんですかね。何度か出てきましたけど。次、O13C さん。3じゃないな。O13C。テッキーメディアさん。反復物が3冊。新刊、どれも新刊ですね。3冊新刊。始めるクラスター API、宣言的な API による Kubernetes クラスター構築マニュアル。PR ベースとプレビューエンブイン Kubernetes。日本語版 GitLab CI リファレンスということで、ここも Kubernetes が中心ですが、GitLab の話もありますね。GitLab というか GitLab って言った方がいいんだろうな、これ。GitLab。次、O14C さん、ワギマヤさん。反復物が登録されてないですが、ジャンル詳細は GKE と Kubernetes を使った開発の運用体制のプラクティスについて解説します。マニフェスト管理の手法や開発用途別環境、ステージングやデベロップカナリアと書かれています。次、O15C さん、OSSS さん、O に S が3つで OSSS さんですね。ハンプ物が1冊新刊で OSSS マガジンボリューム1ということで、内容的には Kubernetes の話みたいですね。Kubernetes ベースの CI のプロ、プロってなんだろう、フローじゃないのか。プロとプロダクションレディーな EKS クラスター作成とジャンル詳細に書かれています。次、O16C、OHK さん。反復物が1冊だけかな。新刊で、
スピンネイカー入門かな SPINNAKER スピンネイカー入門ですかね。マルチクラウド対応の継続的デリバリーツールらしいです、スピンネイカーは。まあ、これの入門書ということで。次、O17C、メンチコロッケカレーさん。反復物が4冊で、新刊が2冊ですね。Go と GAE で作るウェブアプリケーション、Starting Istio、ISTIO と書いて Istio ですかね。が新刊で、機関が Flutter で作る Android アプリと、Kubernetes の Go で作る gRPC API、括弧電子版ということで、計4冊みたいですね。Istio っていうのが何のことなのかっていうのがあるんですが、ああ、書いてある。サービスメッシュを実現するための OSSR Istio について解説した本だそうです。サービスメッシュっていうのは、あれかな、ネットワーク系の話かと思ったが、そんな感じなんだろうか。ちょっと Istio について学びたいので、チェックだけしておこう。次、O18C、月時計観測所さん。反復物が登録されていないですが、IaaS、インフラストラクチャーザーコードの進化系。あ、IaaS じゃない。IaaC って、なんて読むんだろう、イアークって読むのかなインフラアザーコードの進化系、ワンコマンドでマルチクラウドのインスタンスを調査し、調達し、サーバー群が通常稼働を始め、いつでもロールバックでき、可動性は自然に達成され、設定は自明で、コンテナ構築が辛くない。アンシブルとドッカーを超えた構成管理ツール、NixOps とその仲間たちを紹介します。だそうです。次、O19C、インスタンスコーヒー店さん。反復物が一冊新刊ですね。初めての人のテラフォーム4 AWS。テラフォームの初心者向け解説本だそうです。次、O20C、コスモスさん。ナムコクラスカプコンシリーズでは大変お世話になりました。コスモスさん。いや、それ別のコスモスなんですけど新刊が2冊で、読みやすい技術書を書く技術と実践テラフォームですね。このテラフォームの実践テラフォームっていうのは多分前回、技術書店6で頒布された本の商業誌版なのかな？ひょっとしたらちょっと違うかもしれないですけど、この本めちゃくちゃ、そうですね。プラグマティックテラフォームオン AWS っていう同人誌をベースに100ページ近く過筆化した商業誌みたいですね。このテラフォームの本めちゃくちゃ前回話題というか、頒布数が出てたんで、テラフォームやる人がすごいいいかもしれないですね。あと読みやすい技術を書く技術すごい気になるんで、チェックしておこう。次、O21C、落書き帳さん。落書き帳は漢字で、楽しいっていう、まあ楽っていう字に、絵を描くの書くに、自由帳の帳で落書き帳さんですね。新刊が1冊、コンテナ時代のウェブアプリケーションの作り方ですね。コンテナ時代のウェブサービスの作り方の造法改訂版だそうです。コンテナの話ですかね。次、O22C、フォージビジョンさん。フォージビジョンエンジニアによる AWS などのクラウドをテーマとした記事をお送りします。ということで、フォージビジョンっていう会社の本なんですかね。反復物が登録されてないんですけど。サークルカットが、熊の、なんて言うんだろう、獣人みたいな感じのキャラクターが、剣を鍛えている感じの絵になっているんですが、なんだろう、鍛冶屋って感じですかね。次、O23C、六本木未来ラボさん。新刊が一冊、期間が一冊の計二冊ですね。デベロッパーマガジンボリューム2、デベロッパーマガジンボリューム1。1が期間の方ですね。ダイブイン AWS をテーマに AWS に関するいろんなサービスや実例を一つのマガジンに収めています。だそうです。次、O24C、海月さん。反復物が登録されていませんが、AWS を使って手軽に S3 に静的サイトや、Docker を利用して Web アプリケーションをデプロイする方法を紹介する内容を頒布予定です。だそうです。サークルカットにはコードパイプラインでお互いブログ運営って書いてありますね。次、O25C、コグニト屋さん。コグニトユーザープールの基本からユーザーイコールラムダトリガーまで、筆者の実践経験を交えてこれからコグニトを始める方に捧げる本です。だそうです。反復物が登録されてないんで、ジャンル詳細を読んでみました。次、O26C、佐々木です、さん。佐々木がカタカナで、ですがひらがなですね。反復物が6冊ですね。新刊？どれも新刊ですね。これも合同サークルかなんかなのかな？AWS の薄い本、I am のマニアックな話。
AWS 認定資格試験テキスト、AWS 認定ソリューションアーキテクトアソシエイト、Amazon Web Service 業務システム設計移行ガイド、Amazon Web Service パターン別構築運用ガイド改訂第2版、Ruby によるクローラー開発技法、巡回解析機能の実装と21の運用例、データを集める技術、最速で作るスクレーピングクローラー。この AWS 業務システム設計移行ガイドってすごいいいですね。AWS って、なんか入門してなんか動かすっていうのは結構簡単なんですけど、じゃあそっから業務とかアプリケーションを動かす構築ってどうやんの？どう考えるの？っていうのは全くわからない感じなので、これはちょっと気になるのでチェックしておこう。次、ONO27C、たらこ屋さんですね。たらこ屋。ひらがなでたらこって書いて、漢字で小屋って書いて、たらこ屋って読むみたいです。ファンプ物が登録されていないんですが、AWS 環境下で作る LINE ボットと LINE Pay の連携についてだそうです。LINE のボットと LINE Pay に関する本みたいですね。それを AWS でやるってことらしいです。次、ONO28C、ファンプ物、サークル名読み忘れてた。ONO28C は福バカさんですね。洋服の服にバカ、カタカナでバカと書いて、福バカさんだそうです。ファンプ物が一冊新刊で、Go と AWS SDK で作る本格スラックボット入門ということで、Go と AWS でスラックボットを作る、入門本だそうです。ちょっとサークルカットのこのカラフルな箱入り娘みたいな感じでブロックがいっぱい並んでるんですけど、ファミコンのキテレツ大百科を思い出す、ちょっと感じですね。わかる人にはわかるかな。次、ONO29C、エモイスト出版さん。新刊が2冊ですね。AWS へのにエモいネットワーク編と、誰も知らないエンドポイント Web API 編ということで。もう中の人がカロテンさんっていう方と、りょうさん、VT りょうさんなんですけど、カロテンさんは実は会ったことないな。知ってるんですけど、あと、りょうさんは、知り合いというか、会社の同僚というか、リファラルで僕を誘ってくれた人であったりするんで、勝手に宣伝をしておくと、AWS へのにエモいっていう、本は、技術同人誌界隈でエモい版を書く、で、おなじみのカロテンさんが書く、エモい AWS 本っていうことですね。で、同じく、エモい技術同人誌を書くりょうさんが、誰も知らないエンドポイント、Web API 編ということで、エンドポイントの話を書くみたいです。技術同人誌としてももちろんなんですけど、読み物としても面白いと思うので、興味がある方はぜひって感じですね。次。ONO30C、ビッグローブインサイトギルドさん。社会人1年目が AWS 認定ソリューションアーキテクトアソシエイトを取る本だそうです。ファンプ物が登録されてないんで、ジャンル詳細を読む限りは、そういう感じらしいですね。次、ONO31C、クレイジーブラザーズさん。ファンプ物が新刊で1冊、React Amplify で始めるサーバーレスアプリケーション開発だそうです。Amplify っていうのは AWS のサービスみたいですね。次、ONO32C、ハロー旅に出ようさん。ファンプ物がないんですけど、初めての AWS RPA で自動化する本だそうです。一応サークルカットには、初めての AWS RPA で自動化してみた、初めての Azure、今から開発するアプリ、今から開発するアプリっていうのがちょっとよくわかんないけど、の4つが刊行予定として書いてありますね。次、ONO33C、トップゲートテッククラブさん。ファンプ物が2冊、新刊が1冊の期間が1冊で、トップゲート、横浜ブックボリューム2っていうのは新刊ですね。で、期間が横浜ブックボリューム1ということで。内容的には、新刊のボリューム2が GCP やモバイルに関するもので、期間がビッグクエリ APP エンジン、クラウドストレージとなっています。次、ONO34C、クラウドエース書籍部さん。ファンプ物は新刊で1冊で GCP の教科書ということで Google クラウドプラットフォームの本みたいですね。次、ONO35C、ウィメン風合東京さん。新刊が1冊、期間が2冊の計3冊。3冊というか1個はグッズですね。新刊がいつでも Go。で、期間が Go が大好きになる本。で、グッズがチェリー MX スイッチ対応 Go ファーキーキャップ1個付きだそうです。ピンクのゴーファーさんのキーキャップを配布しますだそうです。次、ONO36C、森の都の開発室さん。ファンプ物が3冊ですかね。GCP で手軽に始めるハニーポットの構築と分析。期間が PHP で0から始まる AWS ラムダカスタムランタイムと、ラズベリーパイ AWS IoT で GPS ロガーを作ろう
の計3冊ですね。次、オノ 37C、青いシャツの清水さん。クラウドネイティブなウェブサービスを構築、公開した体験談だそうです。反復物は登録されていませんね。一応サークルカットにはマイクロサービス、ドッカー、クーベネテス、マルチクラウド、過去予定って書いてありますね。次、オノ 38C、マイクロソフト、ラーン、黙々会さん。反復物が2冊新刊で、Azure Administrator という本と、あ、違うな。これ、新刊は1冊で Azure Administrator で、もう1個登録されてるのは、簡単後払いだと電子版が PDF EPUB モビでついてくるよって本みたい、あ、本というか内容みたいですね。Azure 管理者向けの本ということらしいです。次、ONO 39C、ショボンブログさん。Windows サーバー2019で構成された On-Premise Active Directory と Azure Active Directory を構成し、Hybrid Azure Active Directory 参加までの手順を解説した技術を頒布します。頒布物が登録されているのに、ジャンル詳細を読んでしまった。新刊が2冊。ゼロから始める Azure Active Directory Hybrid 環境の構築と、6万ちょいで始める ESXi ホームラボだそうです。この6万ちょいで始める ESXi ホームラボは、マザーボードが映ってて、ちょっとグッときますね。チェックしよう。次、ONO 40C、日経 BP さん、反復物なし。ソフトウェア全般、システム開発としか書かれていないんで、もはや、何の本が出るんだか全くわからないっていう。すげえもったいないな。もう1週間前なのに。次、ONO 41C、親方プロジェクトさん。ここは、実は、合同詞を書くサークル、まあ、合同詞を書くのがメインのサークル、なんですけど、その合同誌に私も参加しているので、まあ私が書いた合同誌に参加した本も出ますって感じですね。反復物は計4冊で、新刊が2冊、期間が2冊の計4冊ですね。新刊はワンストップ目標設定、ワンストップポッドキャストの2冊。期間がワンストップ勉強会、ワンストップ見積もりですね。これ全部僕が参加している本ばっかり。だな。ワンストップ勉強会はちょっとコラムを書いただけな気がしますけど。せっかくなんで、それぞれ細かく話をしていくと、ワンストップ目標設定っていうのは、目標設定をするための本ですね。目標設定って、意外と目標ないなっていう人がいたりすることが多くて、目標設定どうやってやるのっていう話から、意外とちょっとアンチ目標設定じゃないですけど、目標設定って、目標ってそんなに大事なんだっけって話だったりとか、あとは目標を振り返るとか、そういった話を結構書いてたりします。で、この目標設定、後半がタイムマネジメント編ということで、まあ、技術書執筆ってすごい時間かかるんですけど、どうやってその時間を作っているか、どういうふうに時間を管理しているか、みたいな話の、内容が後編に入ってるって感じですね。ちなみに私が書いたのが、もはや、どの章を書いたかいまいち覚えていないという感じなんですが、っていうかこれすごいな、第36章まで入ったんだ。何ページなんだこれ、160ページ、すごい。ああ、目標設定は必要なのかとか、目標設定と振り返りみたいなところを書いたと思いますね。で、次、新刊のワンストップポッドキャスト。これはこの間の技術博で配布した本で、技術書店では初って感じなんですけど。このワンストップポッドキャストはメインで私が参加していて、私とカネさんっていう、ポッドキャスト林兄さんと、親方さんの3人がメインで、他にポッドキャスター10名の方とか、ポッドキャストを聞いている方に、いろいろアンケートとか記事とかコラムを書いてもらった本って感じですね。この一冊があれば、ポッドキャストを聞き始めて、配信し始めて続けられるっていうのを目指した本になってます。ポッドキャストっていうのは、ポッドキャストでポッドキャストの説明するっていうのも変な話なんですけど、まあインターネットラジオみたいなもんで、それをどうやって聞いたり、番組を探したりすればいいのかみたいなところから配信の仕方、配信の続け方みたいのを書いている本ですね。で、期間のワンストップ勉強会は、勉強会に参加する、登壇する、主催するみたいなところを書いている本です。で、最後のワンストップ見積もりっていうのは、まあ、見積もりっていう難しさしかないものに対して、現役 IT エンジニアがどんなことをやっているかっていうのをみんなで書いたって本ですね。私は2点見積もりと振り返りの進めっていうのを書いています。というわけで、ぜひぜひ、ONO 41C 親方プロジェクトの合同誌、
全部私参加しているんで、よろしくお願いします。次、オノ 43C、宮田川愛の若化けということで、オノ41からは多分、いわゆる壁沢というか、ラスボス。壁じゃないから壁沢じゃないんだよな。入所点的にはラスボスって言ってたり、界隈ではするんですけど。まあ、大型サークルみたいな感じですね。ハンプ数が多いサークルさんが並んでいる感じみたいです。なので、オノ41と42がおそらく、親方プロジェクトで、43と44が、宮戸川さん、宮戸川愛の若化けとなっている感じですね。宮戸川さんは、本がすごくたくさんあるので、ハンプ物が14かな。もはや、ちゃんと数えられてるかわかんないですけど。で、新刊が2冊かな？あ、3冊かな？ちょっと新刊だけ読むと、漫画でわかる Ruby にオブジェクト思考編チャットボットを作ろう。漫画でわかる痩せる技術。と、もう一つが、漫画でわかる Ruby 番外編が、技術書店としては新刊ですね。で、期間が漫画でわかる Ruby1 基本再帰関数編。漫画でわかる Docker3 AWS 編。漫画でわかる Docker2 開発環境を作ろう編。漫画でわかる Docker1 概念基本コマンド編。ギャグ漫画告白に学ぶ HTTP ステータスコードエラー編。若葉ちゃんと学ぶウェブサイト制作の基本。若葉ちゃんと学ぶ Git の使い方入門。若葉ちゃんと学ぶ Google Analytics。ウーヨンちゃんと学ぶシステム運用の基本。若葉ちゃんクリアファイル。インフラエンジニアのためのお茶、運用茶ですね。あ、これクリアファイルと運用茶も新刊というか新しいグッズですね。もう漫画でわかる Ruby は、Rails チュートリアルの後に Ruby を学ぶ本として書かれているという感じで、Rails チュートリアルがまだ終わっていないので読めていないんですが、ぜひこれは読みたいなと思っております。次、オノ 45C、持ち壊ずテックさん。ハンプ物が6冊ですね。ちょっと、どれが新刊だかパッと分かりづらいが、改訂された本を新刊として多分登録してるのかな。あ、で、あとセットがあるから実際には4冊かな、本としては。DNS をはじめよう、基礎からトラブルシューティングまで改訂第2版。AWS をはじめよう、AWS による環境構築を1から10まで。技術を伝えるテクニック、分かりやすい書き方、話し方。技術同人誌を書いたあなたへ、著者の幸せな未来の4冊で、残りは DNS AWS 本の2冊セットと、全部まとめて4冊セットというセットが登録されている感じですね。次、オノ 47C、オールセーフさん。ハンプ物が登録されていませんが、ソフトウェアリバースエンジニアリングツール、ギドラかな ?GIDRA、ギドラの基礎から実践までだそうです。次、オノ 48C、ともりなおさん。新刊が1冊、ともりなお、ボリューム3ということで。ウェブや PWN に関する特殊能力から、マルウェアの特殊能力、バイナリ解析の特殊能力まで、今回も幅広い特殊能力を集めました。だそうです。まあ、合同誌みたいですね。次、オノ 49C、司令官さん。司令官は漢字で、試す、衛兵の衛、守る、官、親方の官で、司令官さんですね。親方の官ってちょっと言い方はおかしいか。館の官だな。で、ハンプ物が3冊で、期間1冊、新刊2冊ですね。新刊がエンドポイント探訪機かな。EDR を使ったインシデントレスポンス。テスト開発手法研究、テストスイートアーキテクチャ評価が新刊で、期間がアクティブディフェンス。攻撃者の能動的な対応。構成防壁みたいな感じかな。の3冊です。次、オノ 50C、スレッドハンター X さん。ハンプ物が登録されてませんが、スレッドハンティングをどのようにやるかを解説します。だそうです。次、オノ 51C、セキュア旅団。ハンプ物はないですが、登録されていませんが、こういうセキュリティもあるんだぜという著者の思いを読者に届け、をこういうセキュリティもあるんだというワオと新しい知識を少しでも多く届けする同人誌を作ります。ということで、セキュリティ本みたいですね。セキュリティであればジャンルにこだわらず、バイナリからウェブ、機械学習からレガシー、設計からエモ内容など様々な内容を提供します。だそうです。次、オノ 52C、スーパーフリップさん。ハンプ物が5冊。新刊が1冊ですかね。あ、これもまたセットが登録されているから、ハンプ物は4冊ですね。新刊が、マレウス CTFPWN。期間が、モナーでもわかるビットコイン、トランザクションスクリプト。シグニコボリューム6、シグニコボリューム5。で、シグニコ期間ボリューム1からボリューム6のまとめセットっていうのが登録されています。
コンピュータセキュリティのコンテスト CTF のジャンルの一つである PW ネイブルに焦点を当てた本みたいですね。次、5-53C。いずれこの技術が滅びるとしても3。すごいかっこいいサークル名だな。滅びゆく者たちのためにって感じのサークル名ですね。反復物が登録されていませんが、セキュリティ技術の始め方という仮題がサークルカットに登録されています。セキュリティ技術の始め方、新人のセキュリティ担当者が知っておくべき知識とツールについて解説しますということで、セキュリティ系の本ですね。次、5-54C、未来ハッキングラボさん。反復物が4冊ですかね。新刊が2冊。1日で自作するポータブルハッキングラボ。スクレーピングハッキングラボ。退屈なことを自動化する未来型生活が新刊ですね。機関がハッキングラボの育て方。ミジンコでもわかるバッド USB。ウェブセキュリティの未来。不正指令。電磁的記録問題に寄せてですね。次、5-55C。F5 アタックさん。反復物が登録されてないですけど、セキュリティを始めるにあたり、環境構築から実際の診断手順を紹介します。次、5-56C。そんなことより背脂食べたい。さん。新刊が2冊。技術あれこれこっさり本1杯目。これこってりとあっさりでこっさりなのかな。あと何度か JavaScript の本の2冊ですね。次、5-57C、野良猫さん。反復物が新刊1冊で、カールコマンド完全に理解する。ですね。次、5-58C、OSS テック出版部さん。新刊が1冊、期間が1冊で、よくわかるシステム D。よくわかるシステム D と、機関がマイナンバーカードと電子署名の本だそうです。次、5-59C。新刊が1冊、機関が1冊の計2冊で、新刊がおかか通検技法、ボリューム3。これは Node.js と RabbitMQ を使って非同 KPI を実装すると、WebOS 入門だそうです。機関がおかか通検技法、ボリューム1。公開鍵暗号演習書、初等整数論の基礎から中国人の上序定理を得て RSI 暗号、楕円暗号、コンピューターを使わず、電卓で計算で実際に計算した暗号か複合かを体験します。だそうです。なんか難しい文章だな。次、5-60C、大瀬谷さん。大瀬谷さんは宣伝文句をいただいているので、読み上げますが、先に反復物を紹介しておくと、新刊が2冊、期間が1冊ですね。新刊が OOS、OOS 認証、OpenID コネクタの違いを整理して理解できる本と、雰囲気で使わずきちんと理解する OOS 2.0 を整理して使うためのチュートリアル。で、期間が雰囲気で OOS 2.0 を使っているエンジニアが OOS 2.0 を整理して手を動かしながら学べる本の3冊ですね。では、宣伝を読み上げていくと、全然わからない。俺たちは雰囲気で OOS をやっている。前回の牛書店6にて6秒2冊のペースで頒布された雰囲気 OOS 本の続編が出ます。続編のテーマは OOS と認証の関係。本のタイトルは OOS、OOS 認証、OpenID、コネクタの違いを整理して理解できる本です。突然ですが、あなたに質問があります。ご存知の通り、 OOS は認可のプロトコルですね。認めるかと書いて認可なのに、なぜ OOS 認証という言葉があるのでしょうか。認める証書書いて認証ですね。また、 OOS を認証のために拡張した OpenID コネクタと OOS 認証は何が違うのでしょうか。その答えがこの本にあります。さらに、前著である雰囲気 OOS 本が大幅に改訂されて帰ってきます。タイトルは、雰囲気で OOS 2.0 を使っているエンジニアが OOS 2.0 を整理して手を動かしながら学べる本。こちらは OOS の基本的な用語、概念から説明し、認可のプロトコルとはどういうことかを丁寧に説明しています。改訂版ではチュートリアルの章を追加していました。ブラウザとカールコマンドを使って Google の認可サーバーからアクセストークンを取得します。前半で学んだ知識を手を動かしながら再確認できる構成になっています。また、改訂版では現在、モバイルアプリで推奨となっている Pixie を使った認可コードグラントについての説明も追加しています。前回買い損ねたという人のために多めに持っていきますので、ぜひこの機会にお買い求めください。最後に重大発表があります。この雰囲気 OOS 本の改訂版が、インプレス R&D 知識の泉シリーズとして商業出版されることが決定しました。パチパチパチ。タイトルは、雰囲気で使わずきちんと理解する OOS 2.0 を整理して使うためのチュートリアル。表紙のイラストは、同人誌版の
表紙をデザインしてくれた YM デザインさんが担当してくれています。義勇書店ならでは商業版発売記念特別価格で販売します。50冊限定ですので、欲しい人は初めにお越しください。以上、雰囲気で OOS を使っているエンジニアの皆さん、そして OpenID コネクトナンバーわからんというエンジニアの皆さんは、3階 O-60C、オーセアのブースにぜひお越しください。待ってまーす。だそうです。OOS、雰囲気 OOS 本は、前回牛書店6で非常に人気があって、5、6サークル隣ぐらいが、私がいたブース、サークルだったんですけど、ものすごい黒山の下だかりという言葉が似合うぐらい人気の本だったので、そういうのを、OOS とかそういったことに興味がある方はぜひって感じですね。それでは次、O61C 電気羊さん。暗部物が登録されていませんが、サークルカットには指キー証明局作成本と IT 業界初心者のためのオブジェクト指向入門を書きます。だそうです。オブジェクト指向入門ちょっと気になるなぁ。ちょっとチェックしとこう。ジャーナル詳細には4冊書いていて、加えて Docker 本と機械学習の代表的な手法である SVM の最も基本的な型の仕組みを数理的に説明する本っていうのも書かれてますね。次、O62CMM さん。反復物がないですけど、なんちゃってネットワークエンジニアがインターネット分離環境において運用フェーズの効率化を何とかしようとする話だそうです。次、O63C、川の流れのようさん。反復物が2冊、川の流れのよう運用起こった人話、ヒアロン何キロで潰せるの新刊2冊ですね。この運用ごったに話っていうのは、まあ運用に関する本みたいなんですが、ヒアロン何キロで潰せるっていうのは、瞬間冷却剤は潰れなくて割れなくて冷えないっていったものに対して各社の商品を分解実験で冷える仕組みと各社のどんな違いがあるかをフルカラーで徹底解説する本だそうです。面白そう。次、O64C、ニンニクと鷹の爪さん。お腹が空く感じ。パスタに合い。新刊が1冊で、ウェブサービスを支える運用設計という本を出すそうです。運用系の本ですね。普段ソロ開発運用している立場だそうなので、運用に関する知見がいっぱいありそう。次、O65C、土管のアトリエさん。新刊が1冊で、ザビックスのちょっとした応用ということで。ザビックスっていうのは監視ツール、サーバー監視ツールですね。ペンネームがアーマード軍曹って書いてあるんで、すごいアーマードコアを思い出す感じ。次、O66C、毎日がフライデーさん。プレミアムフライデーがいっぱい来そうな感じですが。新刊が1冊で、セールスフォースプラットフォームという結構使えるアプリ開発基盤を紹介する本だそうです。セールスフォームプラットフォームっていうのは、セールスフォースの製品なんですかね。次。O67C、短絡回路さん。新刊が1冊で、K8S と ZABIX で大規模監視クラスターを構築ってみた完全版ですね。ZABIX と K8 本みたいですね。K8S 本みたいですね。次、O68C、M2 はブックマートさん。反復物は書いてないですけど、データドックエージェントの解説と、環境別の導入方法について書く予定です。だそうです。データドックっていうのは、ログとかを収集していろいろ出してくれるツール、ウェブサービスだと思うんですが、データドックエージェントっていうのがよくわかんないですね。プラグインみたいな感じなのかな。次、O69C、SSMJP 同人部さん。反復物が5冊、新刊が4冊の期間が1冊ですね。そして、ここがささみさんの本っぽいので、前に読み上げた時にささみさんかなって言ったのは間違いだったような気がしてきました。新刊がささみの本4、ささみの本アーカーブ2019、アウトプットしないのは知的な便秘ブックカバーの運用、ノーサービスブックカバーの4つですね。ブックカバーはまあグッズで、ささみの本アーカイブスっていうのは1と2がセットになったで、電子版のみのセットみたいですね。で、期間がささみの本3ということになっています。基本的に内容的にはインフラ運用メインとする、本みたいですね。次、O70C T&M さん。反復物が書いてないですけど、ララベルのプログラミング教材、ヒューゴーという静的サイトジェネレーターを使ったブログの作成方法だそうです。次、O71C クロモワークスさん。反復物が2冊で、新刊も2冊。PHP7 時代のコードの書き方と、ビューティファイの使い方だそうです。
Beautify っていうのは Vue.js 用の UI ライブラリーみたいですね。次、ONO72C。日本ハイユーザー会さん。反復物は書いてないですけど、このハイっていうのは、HY、大文字 H に小文字の Y と書いてハイというのみたいなんですけど、これは Python 上で動く Lisp の方言、HY と書いてハイ Y。ハイの入門本みたいですね。次、ONO73C。インターステラ株式会社出版部さん。期間が一冊で非エンジニアでもできるウェブスクレーピング入門だそうです。次、ONO74C、秋横ブログさん。反復物が3冊。新刊が1冊、期間2冊ですね。新刊が現場で使える Django REST フレームワークの教科書。期間が現場で使える Django の教科書、基礎編。現場で使える Django の教科書、実践編の3冊ですね。Django の本ですね。次、ONO75C、荒戸島さん。ान プ物が書いてないですけど、オープンソースのマップを使用したアプリについて書きます。だそうです。オープンソースのマップってなんだろうな。あ、地図か。なるほど。サークルカッターに地図を使用したアプリの作り方って書いてありますね。ナチュラルアース、オープンストリートマップ、マップボックスのどれかって書いてあります。次、ONO76C、堕落エンジニアリングさん。ここも反復物が書いてないですけど、ウェブ地図作成やオープンデータの表示と書いています。次、ONO77C、デイジャーナルさん。すごい、北海道から参加しますって書いてある。新刊一冊、期間一冊で、新刊が Python で始めるマップアプリケーションプラグイン。期間が JavaScript で始めるウェブマップアプリケーション。マップ系の島なんですかね。次、ONO78C、インプレス R&D さん。反復物が7冊。どれも新刊ですが、おそらく、ここ、由書店7までに全部商業誌化した本なのかな。まあ、全部電子書籍だけみたいですね。基本用語から最新規格までわかりやすく、ブロックチェーン用語集。実践テラフォーム AWS におけるシステム設計とベストプラクティクス。PHP でもサーバーレス。AWS ラムダカスタムランタイム入門。雰囲気で使わず、きちんと理解する。整理して OOS 2.0 を使うためのチュートリアルガイド。スマートスピーカーアプリのお品書き。プロジェクト思考で移行。技術同人誌を作る技術。ゼロから始めるネットリファイの7冊ですね。次、ONO79C、奨励者さん。ここも反復物が書いてないですけど、入門5をプログラミング、入門ハスケルプログラミング、などプログラミング言語シリーズから、現場で使える Python 深層強化学習入門をはじめとした AI テクノロジーシリーズなど、幅広く読まれている奨励者の技術シリーズの中から最新刊をご用意します。見て試してわかる機械学習アルゴリズム仕組み、機械学習図鑑、絵で見てわかる量子コンピューターの仕組み、OOS 徹底入門などが出るみたいです。あとは、もうこれ、食べられ流って読んじゃうんだけど、違うな。タブ流っていいのかな ?TABLEAU による最強最速のデータ可視化テクニック。GCP のスケーラベルデータサイエンス。ああ、エリック・エヴンスのドメイン駆動設計も出るらしいですね。まあ出るってか置いてあるって感じか。あと、技術者のためのテクニカルライティング入門講座っていうのもあるそうです。次、ONO80C、LOD ハッカソン関西さん。反復物が新刊一冊で、SPARQL でオープンデータ検索。これは、ウェブ上にはリンクドデータ形式で公開するオープンデータがたくさんあり、それらの中には SPARQL と呼ばれるクエリ言語で必要なデータのみを抽出できるものも増えています。ということで、リンクドデータ形式っていうものを検索するためのクエリ言語は SPARQL というものみたいですね。初めて知った。一応、勉強がてらチェックしておこう。次、ONO81C、くのいちさん。反復物が書いてないですけど、サブスクと GPL に関する本みたいですね。サークルカットの大事と SD キャラが結構可愛い感じ。次、ONO82C、猫味噌さん。ここも反復物が書いてないですけど、初心者向け SEO の本、初心者向けモブプログラミングの本、インターネットに関する技術周りを限りなくわかりやすく説明する本だそうです。モブプロの本気になる。チェックしておこう。次、ONO83C、鈴木ソフトラボラトリーさん。反復物が新刊一冊で、ウェブサービス系開発におけるモダンな技術をできる限り産業で説明する技術書だそうです。内容的には、結構横断的に説明してくれるみたいですね。フロントは React、Vue、Swift、Kotlin、Unity。バックエンドは Scala、Go。インフラ SRE は Docker、Kubernetes、AWS、GCP。アーキテクチャが DDD、Clean Architecture、Viper。トレンドの機能としては、ライブストリーミング、AR、VR、チャット AI。開発書は Agile Scrum TDD。ツールは Slack だそうです。
なるほど。結構簡易的な内容っぽいな。一つの技術説明につき約10項目。各項目はできるだけ3行程度の説明を心がける予定だそうです。一応チェックして内容をさらっと見に行ってみようかな。次、O84C、カバ農園さん。カバ農園は KB、アルファベットで KB と書いて漢字で農園ですね。新刊一冊、経理を Google APP スクリプトで効率化しまくる本、カッコカリだそうです。まあ、ガスですね。いわゆるガスで経理の、業務発行するみたいな感じですかね。次、O85C、潜水艦さん。潜水艦の水は、オス、オシメンのオスで潜水艦ですね。帆布物が4つで、新艦、あ、全部新艦ですね。1個グッズが入ってるんで、新グッズですけど。タイプスクリプトコンパイラー API、喪失の落書き帳。実践タイプスクリプト、BFF と Next.js、Next.js の型定義。タイプスクリプトコンパイラー API、喪失の落書き帳。で、最後はグッズで、型パズル、キーホルダー。ということで、アクリル樹脂製のキーホルダーですね。TS って書いて。次、O86C、DinoJS さん。反復物は書いてないですけど、新進系のタイプスクリプト、JavaScript ランタイム、D の、Deno って言うのかな、これ。Deno を用いたソフトウェア開発についての合同誌だそうです。なんか、Deno、Dino みたいなことを書かれると、ディノクライシスを思い出してしまった。次、O87C、東京ラビットハウスさん。ここも中の人が知り合いで、ちょっと本を書くのを手伝ったりをしていたりするんですが、エルキチさんの本ですね。新刊が一応今3冊登録されていて、エフェクティブリアクトフックスと、タイプスクリプトのクリーンアーキテクチャーで最高の開発者体験を使用と、マークダウンとレビューで高品質な技術同人誌を書こうだそうです。エフェクティブリアクトフックスは、リアクトフックスに関する本ですね。偽証白で一回頒布してたんですけど、さらに追記された本になる感じみたいですね。で、TS とクリーンアーキテクチャで最高の開発体験しようは、クリーンアーキテクチャに関する本ですね。一応 TS って書いてあるんですけど、バックエンドもフロントエンドも対象ってことですね。クリーンアーキテクチャに関する本です。ソリッド原則とか、そういった話ですね。で、マークダウンとレビューで高品質な技術同人誌を書こうは、レビュー記法じゃなくて、マークダウンで、本を書くっていう本ですね。あ、まあ、マークダウンを使ってレビューで本を書くって感じですね。で、こちらの本は、コピーしか、それに近いぐらいの薄い本になって、ページ数が少なければ無料配布かもって書いてあります。クリーンアーキテクチャ本は欲しいので、チェックしておこう。リアクトフックスも前回買ったんですけど、まあ、改訂版ということで買いに行こうかな。次、O88C、ベガテックさん。帆布物が3冊で、全部新刊ですね。プルパンダはいいぞ。フェニックス入門、API 構築からライブビューまで。タイプスクリプトで知る関数型プログラミング。プルパンダっていうのが何のことか書いてないんですが、GitHub に買収されたプルパンダの基本機能って書いてあるんで、なんか Git 系のやつみたいですね。GitHub でチームがより効率的で効果的なコードレビューワークフローを作成できるようになるウェブサービスなのかな？ツールなのかな？って感じみたいですね。次、O89C、角笛出版さん。ここも中の人と知り合いなんですが、モットさんのサークルですね。帆布物は新刊2冊で、スラック APP 開発ガイドと、スラック APP 開発レシピ2冊ですね。スラック APP 開発ガイド、非常にいい本だったので、買って読んだ。偽証白で頒布されていて買って読んだんですが、非常に良い本だったので、おすすめです。で、もう一つ、スラック APP 開発レシピは、書いてない。中身が特に書いていないですけど、続編っていう形になるのかな？楽しみです。次、O90C、みんなのグラミソさん。帆布物が新刊一冊で、楽しいブロックリーかな。これは Google が作ったビジュアルプログラミング言語のライブラリー、ブロックリーについての本みたいですね。ちょっと気になるのでチェックしておこう。あと、リアクト、サークルカットにリアクトアプリケーション開発からテストコードまでって書いてあるけど、帆布物は書いてないってことは、それは出ないのかな？おが終わりました。おは90まであったんでだいぶ絶望していたんですが、かなりトランザムしてかっ飛ばした挙句終わりました。もうちょい読み上げができそう。ああ、でも時間的にはちょうどいいからここまでにしておこうかな。じゃあ、O90C が終わったんで、次回は課の 01C からですね、やっていきたいと思います。だいぶこうサクサク喋って、まあ、喋る内容減らしちゃってるのもあるんですけど、喋ったんで、ちょっと顎が疲れました。ハハハハ。
では、この回を締めていきます。このポッドキャスト、アズレ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫。普段楽しんでいること、趣味、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録中が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送れます。まだまだ宣伝、サークル宣伝お待ちしておりますので、まあ、もしこれを聞いている方で送っていない方がいたら、送ってきてください。Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのも主催しております。おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録やってたりしてるんで、よかったら配信ページのリンクからご参加ください。ゲストの告知はない、ゲストがいないので、私の告知をしておくと、イロン 03C 青空プロジェクトで、新刊2冊、期間2冊を販布します。うち2冊は委託での本ですね。私の新刊はサーバーサイドコトリンの本、入門実践サーバーサイドコトリンというのを販布します。あと、期間で始める技術、続ける技術という、何かを始めて続けるためのノウハウ本を販布します。あと委託で、脆弱性診断研究会さんから、OS ザップの本に関する本を新刊1冊と期間1冊販布しますので、ぜひぜひ ino03c でお会いしましょう。あと今回読み上げた中で、親方プロジェクト、ono41c の親方プロジェクトですね。今、サークルページに登録されている販布物の4冊は、すべて私が関わっている本なので、よければぜひぜひ、お買い求めください。個人的には全部おすすめですが、一番パワーをかけたワンストップポッドキャストがいっぱい頒布できると嬉しいなぁなんて思っております。というわけでエンディングトーク、ポッドキャストの収録どうだった話なんですが、今回だいぶペースアップして読んだのもあって、進みが良かったかなぁなんぞと思っておるのですが、半分はまだいけてない。ですかね。3分の1ぐらいは行ったかな。まあ、今日、この収録してるのが夕方、まあ夜に差し掛かったぐらいなんで、あと2本か3本ぐらい取れたらいいなと思いつつ、顎の体力的に無理かなっていう気もしてきたので、まあ無理しない範囲で頑張ってやっていきたいかなと思います。というわけで、第43回目ですね。第43回目も、優書店7のサークルリスト読み上げをやりました。最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。